皆さんこんにちは。今日はですね、なんとコラボ動画ということで、そのお相手は中野区でパートナーシップ宣言をし、 YouTube もやられているとあるゲイカップルのお二人です。そのお相手は多分絶対ここまでいったらもう分かってると思うんですけど、少量チャンネルのお二人です。ありがとうございます、少量チャンネルさん。はい、ということで今回はね、日本でゲイカップルとして生活する少量チャンネルのお二人に、どうしてパートナーシップ宣言をしようと思ったのかとか、パートナーシップ宣言をした後で、まあ、生活がねどういうふうに変わったのかなんていう、ちょっと生活のリアルな部分についてちょっと焦点を当てていろいろ聞いていきたいと思います。ではスタート。始める前にパートナーシップ宣言について簡単に説明すると、法的な拘束力はないものの、地方自治体が戸籍上同性であるカップルに対して2人のパートナーシップが婚姻と同等であることを承認し、独自の証明書を発行する制度のことです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でちょっと話に入る前にお二人に1個だけ伝えたいなと思ったことがあって。はい、実は何でしょう。昔、はい、私中野に住んでました。言ったらそれだけっていう。なんか身近に感じますね、なんかそういうの聞くと。すみませんでした。二人はあの中野区であのパートナーシップ宣言をしてるっていう話をこう、まあ、YouTube を見た時からしてたんですけど、その時からすごい疑問に思ってたのがあって、あえてそのパートナーシップ宣言をしようと思ったなんかそのエピソードとかあるのかなと思って、あのその時になんかちょうど見てたドラマがあって、でその中にゲイのカップルが出てきてて、そのゲイのカップルが、まあ、最終的に世田谷区でパートナーシップをするんですよ。まあメイン の, あの主役ではないんですけど、あの脇役のゲイカップルがあのパートナーシップ宣言をするっていうドラマをやってて、で2人ですごいハマって見てたんですよね。で、あーパートナーシップ宣言ができるっていいねっていうのを見てて、あーじゃあ次引っ越すときはなんか世田谷とかなんか渋谷とかなんかそういうパートナーシップ宣言ができるところに引っ越そうかっていう話をちょうどしてたときに、中野区がパートナーシップ宣言ができますよっていうふうになったんですよ。だからこれはすごいタイミングがいいっていうふうになって、じゃあうちらもパートナーシップ宣言するみたいな話になって、そうでそれで、うんうん、あのできるあのその中野区で開始する日の初日にあの申請を出しました。多分タイミングがすごく良かったんだと思います。そのちょうど意識をし始めた時にできるよってなったから、あじゃあしようかっていうそのタイミングで、なんかする時に、いや本当にこいつとやっていいんだろうかみたいな、お互いでなんかお互いに不安みたいなのなかったんですか？おっと、不安はな特になかったんですけど、うんうん、もしなんかもうね、あれ全然考えてないんですけど、もしダメだったとするじゃないですか。はい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 。ダメだったとしても、まあ別にどうなんか言い方悪いな。別れることもできなくもないし、あのその時にまあ一緒にいたかったから、そういう風にくっついて、でもそこから別に難なくやってきたので、僕は良かったし、って感じなんですけど、なんか僕もそういう不安は一切なかったですね。こいつでいいのかみたいな、こいつでいいのかみたいなね。なんかそういうのは一切なく、なんかすんなりとっていう感じだと思います。もうその時から結構いい感じでこう二人は愛を深めてたんですね、きっと。はいっていうのもなんか多分そうだなと思います。すみませんでした。パートナーシップ宣言をしてから、なんかお二人のなんか周りの環境が変わったりだとか、なんか生活自体がなんかもっと楽になったとか、なんか劇的な、別に劇的じゃなくてもいいんですけど、なんか変化があったのかなっていうのもすごく気になってたんですけど、なんかありました？劇的に変わったことは本当になくて、何が一番変わったかっていうと、僕たちの心の持ちようというか心構え、
そこが一番変わりましたね。うん、なんか自分一人じゃないっていう感覚と家族になったっていう感覚、うん、あとなんかあの相手がいるからちょっと将来のことについてもうちょっと真剣に考えないといけないなとか、まあ、年齢もね12歳違うので、まあ、あの死んだ後のこととか年齢でもないね、僕が先に死んだらどうしようかなとか、あの老後のこととか、うんうん、なんかそういうのを感じ、あの考えるようになりました ね、 そうだね、うん、なんか今までそういうの全然考えてきてなかったんですけど、一人あのパートナーシップ先生をする前とかは、うんうん、気持ちの面が大きかったなと思ってて、その正直今その何て言うの、社会制度とか別になんか何か変わったわけではないんですけども、やっぱりその愛、配、なんていうのかな、配偶者がいるっていうのがやっぱり気持ちの面で大きかったなと思ってて、うんうん、はいって感じです、うん、いやなんか僕もイタリアで結婚して、うん、結婚ってなんかまあパートナーシップもそうですけど、いわばなんか形式的なもんじゃないですか。なんかそれしたからってなんか絶対その後何か変わるってわけじゃないですけど、あの紙切れ1枚でなんか僕も心の持ち方がすごい変わったので、なんかそこはすごい共通してるなって思えたのはなんか嬉しい共通点だなと思います。あー本当ですか。あちおさんは海外にやっぱり移住してそこで結婚するわけじゃないですか、うん、あの、はい、外国人の方と、うん、なんかそれってなんか僕たちからすると結構すごい勇気がいることなんじゃないかなって思ったりとか。それ多分すごい勘違いです、うん、多分僕は少量さんたち見ててすごい勇気があるなといつも思ってるんです。そうです、そんなことないちょっとなんか言い方悪いですけど、僕はなんか逃げた立場じゃないですか。日本で結婚できないから、まあ、ちょっとまあ海外だったらできるからっていうその可能性に逃げたタイプなんですけど、でもお二人はその日本でその自分が生まれ育ったところでちゃんとこう根を張ってお二人でこうちゃんと自分たちの権利を主張しながらこう生活してるっていうのをこう動画を見ながらなんかね、こうなかなかこう日本人同士で YouTube とか上げてる方も少ないじゃないですか。そうですね、うん、はい、だからそういうのを見るとなんか海外に行くよりもその自分の、ね、国でこう頑張ってる2人が僕はすごい一番勇気があるんじゃないかなって勝手に思ってました例えば日本でそのゲイカップルが、うん、あの例えば普通に歩いてるっていうか普通になんかする時でもやっぱ他の目とか気にしちゃう時とかってやっぱまだまだ、うんうん、そういう場面って多いんですね。でそれでそのイタリアとかだったらその例えば夫婦っていうのを堂々と言えたりするものなのかな、そういう環境なのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってて、うんうん、あのまあ、地域によっても違うんですけど、うん、僕住んでるのがそのベネチアあたりなの北の方のイタリアなんですね。で北の方はちょっと割とちょっと柔軟な人が多くて、で南とか中央の方に行ってまだちょっと保守的なエリアが多いとこだとあんまりこう結婚してることを前提に話は進めなかったりします。やっぱりちょっと分けます。もちろんその友達とかに伝えるときには、まあ、結婚してる前提で話すんですけど、そうじゃない場合は結構伝えないまま行くことが多いです。やっぱなんて言うんでしょう、ビジネスとかそういうのになってくると、はい、なんか別に結婚を伝えることで何かこうメリットになることってあんまないんですよ。なので、うん、結婚できるからといって確実に全員にこう言ってるかって言ったらちょっとそうじゃないかなって感じです。ああ、そうなんだ、ね。でもあれですよね、あのイタリア 全土っていうの、うん、全部でできる、はい、あ、そう一応できるようになってるんですけど、うん、それでも結構何、まあ偏見がある地方もあるよっていうことね、はい、うん、あとまあ手つないで歩いたりとかも多分しても多分あんまり誰も気にしないと思うんですけど、うん、たまにニュースでそういうカップルを見てちょっとなんか暴力的になる人とかもいたりするっていうニュースもあるので、うん、全部が全部安全かって言われたらそうじゃないのでちょっとなんか使い分けてたりします。うんうんうん、もうこれは一番本当にこれが一番聞きたかったんですけど、パートナーシップ先生を知ったことで
なんか受けられた、まあ、恩恵とか良かったなって思うなんかエピソードとかあったら、であったらでいいんですけど。恩恵か。もちろん気持ちの面とかっていうのが一番強いと思うんですけど、なんかちょっと社会的な場面とか、もうちょっとこう、はい、他の人と接するときになんかあやってて良かったなみたいな思うとこがあったら、もしあったら全然大丈夫です。そうですね、僕なんかの場合は最近仕事関係で転籍みたいなすることになったんですよ、会社を、はい、でその時に、まあ、新しく人事の手続きをするっていう携帯でなんかいろいろ書いていくやつがあったんですけど、その中にまあ普通、まあ、配偶者いますかみたいな欄があるじゃないですか、そこになんかまあなんていうのかな、一緒に共同生活してる方みたいなのがいれば書いてくださいみたいな欄があって、でそこに僕はなんかまあ会社の、まあ、手続きのものなんですけど翔太の名前書いて、属柄というかそういうのもパートナーっていうふうに書いて提出しました。まあパートナーシップ先生をしてなくても全然書こうと思います。全然書けるものだとは思うんですけど、そういうのって自由だから多分。でもなんかそのパートナーシップ先生をしてますよっていうことでなんか書きやすい、言いやすい、まあ、会社の手続きとしてもまあこういう関係なんで書きましたみたいな感じでできるのかなみたいな。ただのなんかその、うん、一時的に付き合ってる関係ではないですよ、ちゃんと責任持って付き合お付き合いっていうか一緒に生活してる人ですよっていうのが、そういうので言いやすいかなっていうのは。そうですよね、こうなんか紙にされてちゃんと公的に渡されるとどうしても他の人から見ても、うん、あそっかこの2人はちゃんとカップルとしてこう生活を、ね、営んでるんだなって分かるから、そうそう、うん、そういう意味で大きいですよねやっぱり、うん、ありがとうございます。いや分かります、僕もなんかこんな質問しててあれですけど、同性愛って何か変わりましたかとかでよく聞かれて特に変わったことがないからなんか自分で聞いたらすごい失礼なんですけど、本当に、ね、なんか今のところ、まあ、幸いなことにまだ大病もしてないし、うん、事故にも遭ってないし、うん、なんかなんていうんですかね、引っ越しも今年2人で引っ越そうねっていうのを考えてるんですけど、うん、まだ不動産屋さんに行ってなんかしてる段階でもないから、なんか実際にその同性パートナーでなんだろうな、引っ越しをするときに拒否られたとか拒絶されたとか、なんかそういう経験も今のところないので、ちょっと正直なところこのパートナーシップ先生の紙がどれくらい効果があるのかっていうのはわからないところはあるんですけど、期待ですねお二人の。そう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 、なんかいざ何かあった時にどんだけ効力を発揮するのか、うん、この紙はみたいな。すいません、ちょっと長くなっちゃった。全然全然。いやいやいや、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、ということで、少女チャンネルの2人とのコラボ動画でした。いや、まあね、楽しかった。いや、ありがとうございます、お二人。はい、で少女チャンネルさんの方でも私とのコラボ動画が上がっていると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。またもうね、少女チャンネルさんは本当に企画性と愛あふれる動画を作ってますので、ぜひチャンネルの他の動画もチェックしてみてください。ということで本日の動画はこれで終わりです。チャオ。